はい、今日は実は英語ができなくても生きていける、こちらを読んでいきます。英語学習として英語がブームになっています。テレビやニュースなどではこれからは国際社会だ、英語が大切だ、できて当然だと叫ばれています。世界を見てもう英語が使われている地域は多く、事実上の標準言語になりつつあります。英語ができないと人として遅れているようで落ち込みます。しかしある突然のことにふと気づきます。英語ができないとはいえ生きていけないわけではありません。そもそも英語ができなくても問題がないことに気づくのです。多少の不便はありますが問題なく生きていけます。不便は不幸でありません。できないと落ち込む暇があるのならできなくてもうまくいく手段を考えることです。翻訳ソフトを使う方法もあります。通訳を使う方法もあります。英語に関わらない生き方もあります。英語ができなければ英語に関わらない道が向いているのでしょう。できなければできないなりの抜け道があります。英語ができて当然という周りの言葉に影響され落ち込まないことです。ブームのようなものです。自分にはできない、向いていない、無理だと思えば見切ってしまう勇気も必要です。実際英語ができなくても生きていけます。できなくてもなんとかなると大胆に考える方が大胆に生きていくことができます。今日の格言、英語ができなくて落ち込むより英語ができなくてもうまくいく手段を考える。なるへそね。これはもう英語に関わる英語以外のことにも通じると思いますね。それできなかったらじゃあできないなりにどういう道を探っていくか。なるほどね。はい、違う視点で考えて、できないならできないなりに考えるということですね。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。それではまた、ドロンパー。